にちは、ブルカナリアセカンド小倉です。本日はですね、パナマっていうカクテルなんですけど、ラム、ホワイトラムと、ホワイト、あとリキュールと、あと生クリームで作るカクテルですね。以上ですか。まあ、国の名前です。あ、国の名前、欲しいと言えば、僕が前に何か言うことがあるとすれば、まあ、国の名前です。まあ、ちょっと強いクリーム系カクテルみたいな感じですかね。作ります。今日はね、日曜日なんで、はい、まあ、ちょっと眠いですよね。やっぱりちょっとちょっと、ね、まあ、ちょっと、ね、いや結構です、ね、日曜日はこうね、僕たちの1週間の終わりなんでね、やっぱりちょっと眠いですよね。ちょっとですけどね。ちょっとですか。ちょっとだけね。よし。お待たせいたしました、パナマです。はい、で、甘くないですね。意外とっていうか全然甘くないです。なんて言ったらいいですかね。クリーミーな、なんかラムみたいな感じですね。ありがとうございます。素晴らしい。クリーミーなラム。ラムです。やっぱり。パナマ、どこなんでしょうね。パナマ、南米と。国ですか。国です。アメリカのなんか近くぐらいじゃないと。アメリカの間ですか。違いますね。アメリカのちょっと下、メキシコの下、グアテマラ、ガラグア、コスタリカ、うん、パナマ。パナマです。グアテマラ、コスタリカ、いや、パナマ。グアテマラ、うん、コスタリカ、グアテマラ、うん、ホンジュラス、ホンジュラス、ニカラグア、ニカラグア、コスタリカ、パナマ。パナマですね。多分、一緒いことないと思う。覚えておいた方がいいですかね。一生行くことないですよね。なんかこう、なんか細い国でした。日本みたいな感じです。へえ、はい、来週も頑張りたいと思います。もう昼寝が一番幸せっていうことですね。そうですね、うん、昼寝が本日も、そこで礼しても見えないですからね。本日もお昼寝が幸せでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。